皆さん、こんにちは。ゆっくりかなみです。ゆっくり次郎だぜ。今日は大人気作品鬼滅の刃見て、ラスボスである鬼舞辻無惨が、配下である上弦の鬼に、対して、どのような評価をしていたのか。公式ファンブックの情報をもとに紹介していくぜ。上弦の鬼といえば、作中でも炭治郎たちをとことん、苦しめた、強敵の集まりよね。ああ。まずは上弦の鬼について、軽くおさらいしておこう。鬼舞辻無惨に鬼にされた者は多くいるが、その中でも直属の配下を十二鬼月と呼ぶ。十二鬼月は6人ずつ、上弦と下弦、に分けられている。さらにそれぞれ、上弦の1から6、下弦の1から6、と、ランク付けがされている。こうやって振り返ってみると、鬼も結構な縦社会で生きてるのね。上弦と下弦では、上弦の方が立場が上で、下弦との違いが多くある。まずは、やはりなんといっても、実力の違いだろう。炭治郎はあんなに苦戦した類ですら、下弦の5だった。ことを考えると、上弦はもはや異次元の強さよね。ああ。作中では、上弦の鬼一体で、鬼殺隊の柱3人分に、相当するというようなことも言われていたぐらいだしな。実際に最終決戦でも、柱数人がかりでなんとか上弦を、倒していた場面もあったしね。下弦の鬼は入れ替わりが激しいのに対して、上弦の鬼は100年以上、顔ぶれが変わらなかったことからも、その強さが伺えるんだぜ。どうしてこんなに上弦と下弦で、強さに差があるのかしら？もともと人間だった時の強さや、鬼になってからの鍛錬なども、実力に影響はしているだろうが、特筆すべきなのは、どれだけ無惨の血を取り込めているか、だな。鬼は無惨の血を多く取り込めば取り込むほど、強くなっていく体質だ。しかしそれは諸刃の剣でもある。ほとんどの鬼は無惨の血を大量に取り込むと、細胞が耐えきれずに、命を失ってしまうんだ。そういえば炎武が無惨から血を分け与えられた時も、血の量に耐えきれずに、死ぬかもしれないけど、順応できたならもっと強くなるだろうみたいなことを言われてたわね。そう。大量に血を取り込めるかどうかは、いわば一種の才能みたいなものなんだぜ。上弦の鬼たちはそういう意味で才能に溢れていて、だから実力もあるってわけね。ああ。他にも上弦と下弦では、目にも違いがあるな。確か十二鬼月になると、自分のランクが目に刻まれるのよね。ああ。この時、下弦の鬼は下子のように、自分のランクが固めにしか刻まれない。対して上弦の鬼は、右目に6、左目に上弦、といったように、両方の目にランクが刻まれるんだ。ちょっとした違いではあるんだけど、やっぱり固めより両目に刻まれている方が、なんだか優越感があるわよね。実際、それを理由に上弦が下弦を馬鹿にすることも、あったみたいなんだぜ。そして下弦とは違い、上弦にはある特権も与えられている。特権？ああ。それは上弦はスカウトができるということだ。ゾンビ映画とは違い、普通の鬼が人間に噛みついたり、しても、襲われた人間が鬼になることはない。人間が鬼になるためには、無惨の血が体内に入るという、条件が必要なんだ。確かに作中でも、上弦が人間を鬼に勧誘するシーンは、あったわね。赤沢煉獄教授郎を勧誘していたし、道馬は過去に龍太郎と梅を鬼に変えていたし、国志望も海学を鬼に変えていたし。あれ？でもその時、みんな無惨の血なんて、持ち歩いていたかしら？カナミの言う通り、上弦の鬼は無惨の血を持ち歩いていたりはしない。人間を鬼に変える時は、自分自身の血を与えている。え？それで人間を鬼にできるの？ああ。これが上弦の鬼に与えられた特権なんだが、上弦の鬼が自らの血を人間に与え、この人間を鬼にしたいという意志を無惨に伝え、それが了承されると、分け与えた血が、人を鬼に変える血に変化するんだ。承認制なのね。なんだか、会社みたいだわ。とまあ、上弦の鬼そのものについての説明は、この辺にしておいて、そろそろ本筋の、無惨から見た上弦の鬼の評価を、紹介していきたいと思うぜ。作中で登場した鬼は、1国志望、2道馬、3赤座、4半天狗から入れ替わりで泣き目、5玉子、6
六滝龍太郎から入れ替わりで改学の9人だ。上限の席は6つだけど、滝と龍太郎みたいに、2人で1人のカウントだったり、既存の上限が炭治郎滝に、撃破された後に、新しく上限になった鬼もいるものね。ここからは上限の6から順番に、無惨の評価とその鬼の、詳細について紹介していくぜ。よろしくお願いします。ではまず、上限の6の滝、龍太郎についてだ。無惨の評価は、滝は頭の悪い子供、龍太郎はお気に入り、となっているようだ。妹に対しては辛口で草。この二人は上限の中では最下位の6ではあるけれど、かなりの実力者だったわよね。ああ。作中でも、これまでこの兄弟にほふられた柱は、22人にも上るという描写もあるぐらいだから、相当な実力を持っている。二人で一人の兄弟なのに、無惨からの評価が分かれるのはなぜかしら？単純に妹の滝より、兄である龍太郎の方が強いから、というのもあるかもしれないが、龍太郎本人の性格や、境遇が、無惨の気に入ったところなのかもしれないな。劣悪な環境に生まれ、醜く貧相な体つきだった龍太郎。そのことから人の幸せを妬み、貪欲な性格になったものの、それを強さや生きる力に、変えているあたりが、無惨が気に入ったポイントなんじゃ、ないかと思うんだぜ。そうか、無惨自身も自分の体質を克服するために、他者を犠牲にしてでも貪欲に生きる、ってところがある。から、そういうところが龍太郎にシンパシーを感じたところ、なのかもしれないのね。ああ、滝についてはどうなのかしら？遊郭編の冒頭の方で、無惨が滝にお前は特別な鬼、って言っていた描写があったような気がするんだけど、滝はわがままで他人を見下すような描写もされていたが、兄や無惨に対しては、本来の素直で単純な性格も見せている。無惨はその性格を掴んだ上で、滝の士気を上げるために、リップサービスのような感じで言っただけ。で、特別な鬼発言に深い意味はないと思われる。滝自身もかなりの強さがあるが、それも兄である、龍太郎あってのものだ。もし滝単体であったら、ここまで22人もの柱を倒すこともなかっただろう。実際、炭治郎たちが滝龍太郎を撃破した後に、滝は龍太郎の足手まといだったという風に、評価しているしな。なるほどね。続いて紹介するのは、新上限の陸、改学だ。改学は国死亡の勧誘によって、滝龍太郎がかけた、ことによって開いた、上限の6に新たに加入した鬼だ。人間だった頃は善逸の兄弟子で、同じ雷の呼吸の使い手、でもあるのよね。元鬼殺隊の人間が上限に入ったということで、無惨も何か、思うところがあるんじゃないかしら？それが、実は改学に対しては無惨の評価はないんだ。え？改学以外の上限の鬼についての評価は、公式ファンブックで言及されているんだが、そこには改学のことは何も、書かれていないんだ。そんな話題にも上らないなんて。まあ上限になってから、最終決戦に入るまで、短かったからな。もしかしたらそんなに二人が絡むタイミングは、なかったのかもしれない。それに、評価はないとは言っても、戦術した通り上限の鬼が新たに人を鬼に勧誘するときには、無惨の証人がいる。後で詳しく紹介するが、国死亡は無惨からの信頼が厚いし、そんな国死亡が勧誘したんだから、改学に対して、そこまでネガティブな評価はなかったんじゃないかと、思われるんだぜ。嫌われているより、無関心な方がきついわ。どんどん紹介していくぜ。次に紹介するのは、上限の5、玉子だ。他の上限の鬼が割と人間に近しい形態をとっているのに、対し、この玉子はひときわ奇抜な見た目をしているのが、特徴だ。確かに、何とも言えない造形をしているわよね。どこから声出してんの？って感じがしちゃう。玉子が奇抜なのは、見た目だけじゃないんだぜ。血気術もかなり独特なものだ。玉子の血気術は壺を使ったものが多く、壺から生き物や、水を生み出したり、壺から他の場所にある壺へ瞬間移動、したりなんかもできてしまう。なかなかにトリッキーな強敵だったわよね。特に水の中に閉じ込めてくる技は、鬼殺隊の最大の武器。
である呼吸を封じ込めてくるものだから、なんてきと、言えるだろうな。さて、そんな玉子に対する無惨の評価だが、割とお気に入りだそうだ。割とって部分が気になるけど、どんなところが、お気に入りだったのかしら。もちろん、玉子自身がかなりの強さを持っているから、というのはあるだろうが、公式ファンブックの方では、壺がなかなか綺麗高く売れるという無惨の、コメントが載せられていたんだぜ。確かに、あの見た目でって言ったらあれだけど、作中で出てくる普通の壺は、ちゃんとした高く売れそうな、やつだったわよね。刀鍛冶の里編の冒頭で、上弦が集まり顔を合わせる場面が、あるが、その場でも道馬が玉子の壺を見て、新しい壺かい？綺麗だねえ、お前がくれた壺は俺の、部屋に飾ってあるよというようなことを言う描写もある。無惨様とか道馬って、目が超えてそうだから、二人が、良い壺というなら、確かにそんな気がしてくるわ。壺がどれぐらいの値段で売れていたのかは、わからないけど、もしかしたら無惨様の貴重な現金収入に、なっていたかもしれないしね。青い彼岸花の創作には色々費用もかかっていそうだから、十分あり得るな。それに玉子は刀鍛冶の里を特定した、功労者でもある。強さ、資金源、探知能力あり。これは気に入られるのも納得ね。でもお気に入りじゃなくて割とお気に入り。なのは、やっぱり無惨様と絡むとハーハー興奮しちゃう、からなのかしら。そこはノーコメントなんだぜ。次に紹介するのは上弦の師、ハンテングだ。ハンテングは見た目が年老いた老人のようで、いつも何かに怯えている様子の鬼だ。言っちゃ悪いけど、本当に上弦。しかも知って、実力を疑っちゃうような見た目よね。だがこの見た目とは裏腹に、こいつもかなりの実力者だったな。そうそう、序盤で首を切ることができて、やったかったって思ったのに、まさか、切れば切るほど、分裂していくなんて思いもしなかったわ。首を切られ分裂を繰り返すハンテングだが、戦いの最中で、本体と、それ以外の分身が一体に集まった究極体、増白天の2体に最終的には分かれていたな。本体を、炭治郎禰豆子玄弥の3人が追いかけて、増白天は恋柱の甘露寺光が一人で引き受けるのよね。あのシーンの甘露寺光は強くて可愛くて、女子としても憧れちゃうわ。さて、そんなハンテングに対する無惨の評価だが、普通、たまにうざく感じるが許容範囲内とのことだ。まあ確かにうざいのはちょっと納得かも。だって、いつでもどこでもネガティブだし、被害も嘘も強いし、そんなハンテングだったが、刀鍛冶の里編のラストでは、無惨から大絶賛されていたな。そうだったっけ？ああ。そもそも鬼というのは、無惨の許す範囲内で、無惨と視覚の共有や脳内対話ができるようになっている。刀鍛冶の里編のラストで、炭治郎たちはハンテングを、撃破することに成功するものの、時はすでに日の出で、場所は日の光を遮るものが何もない、腹っ端だった。炭治郎の妹、禰豆子は鬼でもあるから、太陽の光に、当たれば塵となって消滅してしまうはずだった。絶対絶命だったわよね。しかし禰豆子は鬼の身でありながら、太陽を克服する、ことに成功した。この驚愕の事実を、ハンテングを通して無惨は把握したのよね。太陽の克服は無惨の悲願だったからな。これには無惨も、よくやったハンテングと大絶賛していたな。そう考えると意外に功労者だったのね、ハンテング。もう少し評価に反映させてあげてほしいところだわ。ハンテングが賭けた後に、新上弦の師となったのが泣き目だ。上弦に加入したのは物語の後半だったけど、存在自体は、結構最初からあったわよね。ああ。泣き目は上弦になる前から、ずっと無惨の側近だった、ようだな。そんな泣き目に対する無惨の評価は、便利であるためお気に入りだそうだ。便利という言い方でも確かに、泣き目の能力は、他の鬼とは違って独特なものよね。ああ、泣き目本人には、さほど高い戦闘力はないものの、無限上の空間を操ったり、目玉型の密偵を飛ばして、情報を得る能力に長けている。いわゆるパワハラ会議って呼ばれる加減の集合も、泣き目が琵琶を引くだけで集めてたものね。
無限城に集めた鬼を任意の場所にワープさせたりとかも、してたし、味方陣営に一人いると本当に便利な能力よね。上限に加入してからすぐに、鬼殺隊の本丸である、産屋敷家の館の場所も発見していたしな。泣き目はかなり有能だけど、作中でほとんど、セリフもなかったし、いまいちどんなキャラクターなのか、掴みきれないところがあるわ。泣き目の過去に関しては作中では描かれなかったが、公式ファンブックの方で鬼になるまでの経緯が補足されているので、気になる人はぜひ読んでみるといいんだぜ。私、気になります。次に紹介するのは上限の3、赤座だ。無限列車編でも、がっつり見せ場があった。かなりの強敵よね。でも、上限の鬼内でもドウマに煽られたり国死亡に叱責されたり、無惨からも無限列車の報告に行った時に、めちゃくちゃ詰められたりしていたし、敵ではあるんだけど、ちょっと不憫なところもある鬼だわ。鬼になる経緯を知った後だとぐっと魅力が高まる、キャラクターではあるんだが、それまではネット民の、おもちゃにされがちなところはあったな。さて、そんな赤座に対する無惨の評価だが、お気に入り、忠実で真面目だからだそうだ。あんなにいつも怒ってくるのに、意外と高評価なのね。ああ、上限は癖のある性格の鬼が多いからな。その中で言われた命令を忠実にこなし、かといって下手に、こびたりもしてこない赤座は、無惨にとっては、扱いやすい鬼だったからかもしれないな。確かに能力が高くても、いまいち何を考えているのかわからなかったり、いつもハーハーしてたり、ネガティブだったりみたいなやつが多いものね。上限、鬼の癖がすごいって叫びたくなっちゃうわよ。赤座に厳しめに当たっている無惨だったが、赤座の女は食べないというポリシーを容認していたことからも、赤座を気に入っていたことが、伺えるんだぜ。でも気に入ってたんなら、もう少しだけ優しくしてあげて、欲しかったわ。そして次に紹介するのは上限の2、ドウマだ。ドウマに対する無惨の評価は、あんまり好きじゃないだ。シンプルな拒絶。ドウマって確か、赤座よりも後に鬼になったのよね。ああそうだぜ。ドウマは上限の中では割と新人の方だ。それにもかかわらず、あっという間に上限の2にまで、上り詰めたんだから、相当な実力者だ。確か赤座に俺の方が後から鬼になったのに、抜いちゃったからみたいな、語尾に草が生えそうな煽りをしていた記憶があるわ。まあ、そんな感じだから、赤座はかなりドウマを嫌って、いたようだったな。無惨のあんまり好きじゃないの理由は何かしら？実はドウマは作中でも公式ファンブックでも、唯一、鬼になった経緯が書かれていない上限なんだ。だから無惨が直接鬼にしたのか、それとも当時の上限の、誰かがスカウトしたのか、それすらも不明だ。そうなんだ。無惨じゃなくて上限がドウマをスカウトしてた、としたら、承認はしたとはいえ、あまり思い入れはない、のかもしれないわね。何を考えているのかわかりづらいし、ドウマ自身に感情や、強い渇望が感じられる様子もなかったからな。そういうところが、あまり無惨にはまらなかったのかも、しれないな。なるほど。最後に紹介するのは、上限の1、国死亡だ。1というだけあって、本当にかなりの強敵だったわよね。集合体恐怖症の私は、ちょっと顔が苦手だったんだけど、そんな国死亡に対する無惨の評価は、ビジネスパートナーだ。ビジネスパートナーね、信頼と信用はしているけど、プライベートは見せない、仲良しではありません。って感じね。まさしくそんな関係性なんだろうな。二人の付き合いは数百年にも及ぶわけだが、二人の間に特別な絆や友情というものを感じられる描写は、なかったからな。国死亡自身には泣き目のような特別な能力はないが、上限の中でも一線を画した強さを持っていたし、上限内の秩序に対しても厳しかった。無惨からしてみれば、国死亡は強力な戦力であり、上限として存在しているだけで、ある程度自分の威厳を保ってくれる存在でもあっただろうから、変に気を使わなくて付き合える楽な関係だったんじゃないかな。まさしく、ビジネスパートナーって言葉がしっくりくるような存在だったのね。さて、少々長くなってしまったが、ここまで。
上弦の鬼に対する無惨の評価を紹介してきたぜ。一通り聞いてみて、カナミはどう感じた？そうね。上弦の序列自体は無惨の好感度と比例しないってこと。作中では強めに当たられていた鬼が、実は好感度が高めだった。ってことが、意外で面白かったわ。そうだな。今日紹介したことのように、作中では描かれきれなかったことが、公式ファンブックでは保管されていたりする。興味を持った人は、ぜひ公式ファンブックの方も、読んでみてほしいんだぜ。それじゃあ、今回の動画は以上だぜ。また次回、鬼滅の刃の魅力が伝わる話を紹介するぞ。楽しみに待っているよ。それじゃ、バイバイ。バイバイ。